皆さんおはようございます。おはようございます。はい、カモンマテリアルでございますが、今日はですね、はい、ちょっと、いつもと趣の違う始め方をしております。はい、まあ、服装はあんま変わってないですけど、ね、ほとんど変わってないんですけど、はい、ちょっとですね、今日はですね、特別な日なんですよ、はい、ということで、まあ、2月24日なんですけれども、はい、この特別な日はちょっと違う番組の内容でということでやらせていただきます。さて、2月24日、どんな日なんでしょうか。はい、はい、あゆみのこの日なんの日です。はい、2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵攻が開始された日です。はい、はい、そうなんですよ。2年前です、ちょうど2年前の今日から、ロシアがですね、ウクライナに、まあ、ミサイルぶち込んだりとか戦車入れていったりとかいう形で、いわゆる侵略だと僕は思うんですけど、そういうことをやり始めたのが2年前の今日ということなんですね。そして今現在、まだ終結していないし、どうなるんだろうなっていうのが正直わかんないでかと思っていたら、ガザ地区なんかで、中東の、ね、ガザ地区なんかでもまた、火種が起こり、ちょっと本当にですね、世界が今どうなっていくんだろうなっていう、大きな意味での不安の中にあるのが現状だと思うんですよね。で今年の正月にはね、一日からもう能登でも地震があり、その、日本の国内でも不安な要素ってすごいたくさんあると思うんですけども、世界に、今日はちょっと目を向けてみてですね、2月24日という日がどういう日なのかというのを考えてみたいなというふうに思って、この特番にさせていただいてます。で、はい、今日はですね、僕らだけでね、話していても、いつも通りのなんかよう分かってないけどそういうことやんなみたいな話で終わってしまうので今日はですね、平和について、そしてウクライナについて非常に詳しい方にお越しいただいております。はい、はい、お越しいただいておりますので、お呼びしたいと思います。はい、まずは、ワープロジェクト大使の、宮本代表と、そして、日本ウクライナ文化交流協会の、小野会長に来ていただいてます。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、小野さんと、宮本さんです。はい、はい、宮本さん、またなんかすごい壮大なバックですね。今日は、はい、宮本さんはね、番組に何回か出ていただいて、スタジオにも1回来ていただいてるんですけども、はいはい、番組にはもうすでに何回か出ていただいてる感じなんですけどね。はい、だから、見てらっしゃる方にも、おなじみといえばおなじみかもしれないという感じなんですが、はい、ではお二人がどういう方なのか一応ね、簡単に説明だけねさせていただきたいと思います。まずは、宮本さんはもう今までも出てらっしゃるんで、ちょっと後に回させていただいて、今日初めてお越しいただいた、小野元博さんです。よろしくお願いいたします。じゃあちょっとプロフィールを紹介させていただきます。お願いします。はい、小野元博さん、はい、1970年大阪府生まれ、天理大学外国語学部ロシア学科卒、株式会社ドリエプル出版代表取締役社長、株式会社東大阪新聞社代表取締役社長、日本ウクライナ文化交流協会会長などといろいろな経歴をお持ちの方です。はい、はい、ということなんですよね。お願いします。はい、よろしくお願いします。すいません、文節がちょっとおかしくてすみません。そうなんですよね。でそしてですね、なんとですね、小野さんはですね、僕の中学の先輩で、そうなんですよ。でしかもね、同じあれなんです、バスケットボール部だったっていうね、もう今や2人ともバスケットボールみたいな体してるんですけど、ね、その頃はガリガリだった。そうその頃もちょっとあれやったかもしれないですけど、そうなんですよ。はい、でしかも1個違いなんで、僕本当に小野先輩と一緒にプレーしてたんですよ。すごい。はい、そんな間柄の小野先輩がなんと、はい、日本ウクライナ文化交流協会の会長をやってらっしゃるっていうのが、僕ちょっと本当に驚きだったんですけどね。はい、そういう方でございます。はい、そして、宮本さんですね。はい、宮本達彦さん、はい、日本の平和思想、平和の精神を、和という新たな概念、WA ってね、はい、はい、循環と調和と寛容の精神として日本国内外へ発信するため、和プロジェクト大使を2014年11月29日に発足、2030年に和の精神が最初に文明化された聖徳太子の17条憲法を世界記憶遺産に登録することを目標としている。その一環として2017年から書家を中心に和文化に携わる方々やアーティストの皆様と共に
国内では地域活性化の活動と国内外では平和活動を行っています。はい、ということで、まあ、その平和活動というのが、まあ、ちょっと分かりやすいので言うと、その、まあ、神社とか、お寺とか、いうところで、まあ、和とか、和を持ってたとしてますとか、うん、愛とか、まあ、いろんな言葉を、書家の方にですね、うん、大きい紙に記号をしていただいて、それを奉納するということを、まあ、させていただいているということなんですよね。でこれなんと実は海外でもやったことがあるということなんですよね。はい、はいはい、そうです。パリとボスニア・ヘルツゴビラですね。はい、そうなんですよ。実は海外でもやってたんですけども、まあ、コロナがあってちょっと海外には出れなくなっちゃったので、コロナ以降は国内でしか、まあ、できてないという現状なんですが、はい、ということでございますね。はい、それでですね、まあ、まずはその、宮本さんの方からになるんですけど、はい、まあまあその毎年ですね、4月3日と、9月21日には、まあ、神社やお寺やっていうところで、まあ、されてるわけなんですけど、ちょっとその活動について簡単に説明しながら、まあ、今回のウクライナですね、特にそのウクライナに関してはウクライナ大使ともちょっと親交がある部分が終わりだと思うので、その辺のことをちょっとお伺いしたいなと思うんですけど。はい、ありがとうございます。2017年が始まりの年だったんですけれども、はいはい、その9月21日、はい、国連の定める国際平和デーに、はい、まず全国の護国神社、はい、護国神社というのは戦争で亡くなった兵隊さんを戦没者として祀ってる、うん、英霊として祀ってる、うん、神社なんですけれども、はい、そこで書道家の方々に、大きな紙に和を持ってたっとしとなす、あるいは世界平和って文言を書いていただくという催しを始めたんですね。ただ残念ながら護国神社あるいは靖国神社もそうですけれども、戦没者をね神として祀ってる、もっと言ってしまえば崇めてるっていう捉えられ方で、だから軍国主義の神社だとかね、戦争を肯定する神社なんていうふうな、そういうレッテルも一部で貼られてしまってるんですね。ところが私がある時、岐阜護国神社に行った時に、たまたまだったんですけどもね、境内に平和と刻んだ記念碑が3つもあったんですよ、うんうん、あっちにもこっちにも。普通神社ね、お寺もそうですけども、そんな平和と刻んだ記念碑があちこちってないじゃないですか、うん、あ、やっぱり戦争で亡くなった兵隊さんを祀ってるとこだからなって思うと同時にこう感じたんですね。世間では一部でね、軍国主義の神社だとか戦争を肯定してる神社だって言われてるけれども、実際はね、あの戦争さえなければ私の息子は死ななくて済んだのに、お父さん死ななくて済んだのに、世界が平和でさえあれば私はこんな悲しい思いをしなくて済んだのにという、誰よりも平和を願っている方たちの心のよりどころが実は護国神社、靖国神社だってことを改めて知ったので、この世間のね、そういうネガティブなイメージを変えなければいけないなと思ったのがきっかけだったんですね。なるほど。それで毎年開催する中において、靖国神社でも開催できるようになり、はい、でそこに各国大使をお招きして、大使の方々に集まって平和のメッセージの寄せ書きをしてもらおうと、その初回の時にウクライナ大使館から2名の方々がお越しになったですね、平和のメッセージ書いてくれたんですね。それがワープロジェクト大使とウクライナ大使館との最初のご縁だったんです。驚いたのは、はい、そのウクライナ大使館の職員の方々が、はい、日本語で書くんですよ。漢字でね。地平転生とかね。そう漢字で。それで聞いたらね、いや、うちウクライナ大使館の職員はみんなお習字習ってるんですよって言われて、びっくりしたんですよね。だから非常にその親日的というかね、台湾っていうのも親日国家ということでよく知られてますけれども、ウクライナもそういうとこなんだなと。実際私ウクライナ大使館に伺った時にね、2階だったか3階だったかの部屋にね、日本のアニメーションのね、絵がいっぱい飾ってあったんですよね。でそれがウクライナ大使館との最初のご縁だったんです。なるほど。それでその次の年ね、その9月21日の次の年、はい、まあせっかく大使館とご縁ができたので靖国神社でやるだけじゃなくて、
あっちこっちの大使館にこちらが出向いて平和のメッセージを揮毫したいなと思って呼びかけたんですよ。そしたら一番手でね、ウクライナ大使館から返事が来て、ぜひうちでやってくださいっていうことだったんですよね。ぜひ。で、それが1月の下旬だったかな。26かなんかですね。そうです。ちょうどね、ウクライナの独立記念日だったんですよ。で、私が仲間と一緒に行きましたと書きました。その時に大使館の方々が言われてた言葉が印象的でね、今我々の国は戦争状態にあるんだと、そういう言い方は実はされてたんですよ。で、正直言って僕はね、全然ピンときてなかったの。ほとんどの日本人あるいは世界の人々もまだその時ってピンときてない人って多いと思うんです、一般の方は。初めて、そうなんですかっていう感覚だったんですよ。そしたら、そのまさに1ヶ月後にロシアがウクライナを攻めるってことが起きたんですよね。もうびっくりしたんです。で、あの時はね、例えば日本でも、もう全国の人たちがね、ウクライナに同情してね、何かできることはないだろうかっていうことで、で、日本で暮らしてるウクライナの方々も、都会の街頭でね、戦争をなんとかもう終わらせてほしい、もうなんとかしてくださいって訴えてたじゃないですか。で、私も実を言うとね、縁あってウクライナ大使館と1ヶ月前にやらせてもらった。で、ただ当日開催するだけじゃなくて、打ち合わせとかね、交渉とかメールのやり取りとか電話で人間関係ができるわけですよね。だから人間関係ができた以上ね、やっぱり見ぬふりなんてもちろんできないような状況じゃないですか。ところがうちのメンバーが言うわけですよ。宮本さん、で、感情に任せてウクライナのために何かあってやるのはちょっと慎重になった方がいいですよ。なんでって言ったら、宮本さんはワープロジェクト大使ってこれまで4年間5年間いわゆる平和活動ってことでやってきたじゃないですか。そこに持ってきてどっちかの国に偏るようなことをやるとちょっとまずいかもしれませんよ。いつこの世の中の、流れがひっくり返るかわからないからみたいなことをね、かつてイラク戦争の時もそうだったじゃないですかってことを言われたんですよ。確かに言われることはそうかもしれない。平和活動をするんだったら中立の立場を保たなければいけないっていうのはよくわかるけども、だからといってね、我々は平和のため、平和を願ってウクライナ大使館でもやらせてもらえませんかって言ってたくせにね、いざそういうことが起きた途端にね、平和活動をやってる立場上ね、中立でなければいけないからって言って急に距離を置くっていうのも、それも本当にどうなんだろうって悩んだんです。2ヶ月間悩んだんです。なんで2ヶ月間かって言ったら、4月の3日ってちょうどタイミングでね、私たち全国のお寺でも平和を願って希望するってことをもともと毎年やってるんですよ。で、そこへ持ってきて、なんかウクライナのためにできないかなって言った時に、すぐ僕それ思いついたんですよ。あ、4月3日、東京のお寺でね、ウクライナの大使に来てもらってスピーチをしてもらおうと。まあ、って言ってもそんな偏ったね、ウクライナ寄りのスピーチっていうのも、とにかく平和を願ってるっていう、そういうスピーチをやってもらおうと思ったところで、さっきのうちの仲間がね、慎重になった方がいいですよっていうことを言われたから、もう言うことは分かるけどって言って、悶々としてその2ヶ月間どうしたもんかな、どうしたもんかなって悩んだんですよ。っていうのは、その2ヶ月間、時はね、日本国中がどんどんウクライナの方々にね、寄り添っていろいろしてるじゃないですか。こっちはずぐっとこらえてどうするべと思ってたわけですよ。で、最終的に出た結論がね、まあ僕の個人的な感情ということで説明させてもらうとね、まあたまたまウクライナ大使館とね、まあ157カ国もある大使館の中でご縁ができちゃったんですよ。他の大使館から縁がない中で、ウクライナ大使館と縁ができたんですよね。これも何かある意味で神様の計らいかなみたいな、そういう解釈をしたらね、意味があって出会うことになったんだな。そこでもう一つ思い浮かんだのが、別に僕特定の宗教の信者じゃないですけれども、でもこういう言葉、イエス・キリストがね、
何時の隣人を愛せよっていう有名な言葉あるじゃないですか。隣人、隣人っていうことは言い換えれば目の前の人っていうわけですよ。目の前の人。そうすると我々ね、一般人というのは国際情勢の裏とかなんとかって結局わからないわけですよね。だからいろんなことを言ってる人たちがいる、やれ本当はウクライナはどうのこうの、実はロシアはどうのこうのって言っても所詮我々にはわからないんですよ。で結果ね、見て見ぬふりして友達になったその大使館の大使館の人がね、いや実は自分の家族も今キエフにいるんだけども大変なんだって言って本当に悲壮感漂ってる中において、結局何時の隣人を愛せよっていうのは、今僕にとっては目の前にいるこの人と縁ができちゃったからやっぱり寄り添わなきゃいけないよねっていうことでもう決断したんですよね。どういうことかって言ったら、世界平和って平和活動って言うじゃないですか。中立をずっと保ってたら世界平和って実現できるのって言ったら決してそんなことはないし、僕は別に平和活動家っていう肩書きが欲しいわけでもないんですよ。本当に世界を平和にしたいっていう思いだけでやってるので、だからそんな保身になって平和活動って肩書きが危うくなりますよとかそんなことはどうでもいいんだと、目の前にいる人に寄り添うってことを考えた時に今できることは、うん、何と言われようと4月3日ウクライナの人たちに寄り添うということで大使館の方々に来てもらおうという決断で、その2ヶ月の期間いろんなことを巡り巡って考えたおかげで、平和活動って何なの、何をしなきゃいけないのっていうのをね、すごく考えるきっかけになったので、まあ自分で言うとあれですけど、少しそのことによって人から向けたようなきっかけにはなりましたね。長くなりましたけど、いやいやいや、はい、それが私のウクライナとの出会いでした。浅草寺でしたっけ、結局それって、はい、そうですね、浅草寺で、うん、記号を、まあ、4月3日に、まあ、今年もやるんですけども、そこにウクライナ大使に来ていただいて、で、まあ、実際ウクライナ大使だけじゃなくてね、他の国の大使も、僕は実は靖国神社の撮影担当させていただいて、映像を撮って編集して公開するっていうのをやらせてもらってるんですけど、うん、不思議というか、まあ当然そういうことなんだろうなと思うんですけど、平和っていう言葉にすごく飢えてるという言い方をすると失礼かもしれないですけど、その大事さがすごく分かってる国が参加してくれます。だから紛争が起こってるだろう、もしくは起こりそう、ずっと継続してるっていう国ほど参加してくれて、で去年一番びっくりしたのがイランとイラクの、ね、大使館の方が一緒に平和のメッセージを、はい、寄せ書きしてくださったっていうところが、まあ、非常に感動的だったなと思うんですが、さて、まあ、宮本さんからすごく大きなボールが飛んできたんですけども、はい、では今度はですね、まあ、ウクライナ、僕らなんだかんだ言いながら国内にいてね、そのウクライナの現状って、まあ、一応その、そういうニュースを受け取ったりとかして見てはいるつもりではあるんですけど、まあ、小野さんの場合もウクライナにはもう友人がたくさんいらっしゃって、パイプも太く持ってらっしゃるので、まあ、小野さん実際知ってらっしゃる今の現状とかで今思ってらっしゃること、それから宮本さんが今お話しされたストーリーとかちょっとお聞きになってどう考えられるかなっていうのをちょっとお話ししていただければなと思うんですけど、はい、今お話聞いてて宮本さんのこう希釈点が素晴らしいなと思いまして、うちにも、学校の先生方がたくさん来るんですけども、はい、今学校教育ではいわゆる喧嘩両成敗ということを教えなあかんというのが平和教育なんですね、うん、ただ今回の、まあ、この、ウクライナで起こっていることは、ロシアが、人の家に土足で入ってきていると、うん、まあ、いわゆる、まあ人の家に強盗が入ってきてその家の、冷蔵庫を漁ったり、うん、金品を奪ったり、あるいは命を奪ったり、あるいはレイプをしたりしていると、でそれを、許していいのかと、で強盗にどうぞ家を使ってください、どうぞ金品を持って帰ってください、どうぞ、命を奪ってください、どうぞレイプしてくださいと言えるのかどうかというね、ウクライナ人は、今何をしているかというと一生懸命その入ってきた強盗を家の中から出そうとしているだけなんですね。で家の中から出たらもう追いかけないと、ただそれだけなんです。その強盗が出ていかないというのが一番問題で、これはですから戦争ではなくて、
押し込み強盗なんですね、うんうん、そういう観点を今、持たないといけないというのがまず一つです、うん、で、まあ、我々は2005年から、まあ、草の根文化交流ということで始めてるんですけども、うん、ウクライナからいろんな人たちを呼んできたり、あるいはウクライナに、まあ、会員をお連れして、そして向こうで日本との交流をやったりやってきたんですけども、この4年ほど前からコロナで、ほとんどできなくなって、うん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 、まあ、Zoom とかを使いながらやってたんですけども、2年前の2月24日からは全くできなくなったと、うんうん、で実はこの、今日で2年と言いますけども、ウクライナ人にとっては10年なんですね。そっか、あのクリミアですね。そうです、2014年のクリミア半島に、はい、核兵器を持ってプーチンが来た、うん、はい、そして、クリミアを占領し、うん、ドンバス、つまり東ウクライナを占領し、はい、そして、今の、戦争までこう、至っているという、はいはい、でこれはプーチンの、で我々は、まあ、2月24日、2年前の2月24日からウクライナの避難、もう家族、うんうん、同然の友人たちがいますので、うんうん、避難民を受け入れたり、うん、あるいは日本に来たウクライナ人たちの心理的サポートを行ったり、あるいはウクライナ人の、こう情報が全くないので、うん、FM を使って全国放送でウクライナ語の、まあ、放送したり、まあ、してる中で、今度はウクライナの、人たちが、インフラが壊されて、まあ、公営事務ということで、まあ、全国に呼びかけて回路を送ったりやってる間に、今度はどんどんウクライナ人が世界が変えるんですね。でこれはなぜかというと、まあ、愛国心というものと、もう一つ罪悪感なんですね。実は今16歳から60歳までの男性は国外に出ることができない、はいはい、そうです。でロシアを追い出すために、まあ、全てが兵隊じゃなくて兵隊をしたり、あるいはボランティアをしたりして一生懸命一致団結して追い出してる、うん、それなのに自分はこんなところにいていいのかという、うん、まあ、罪悪感で、お兄さんが頑張ってるのに、うん、あるいは弟が頑張ってるのに、あるいは夫が頑張ってるのにということでどんどん帰っていく、うん、ということで今度は、ウクライナの中に避難所を作ってほしいということで、うん、我々は、西ウクライナのカルパチア山脈の中に、うんうんうん、2ヘクタールの土地を買って、うん、そこでこう安心安全を守れる避難所作りをこうしていると、うん、つまり今当事者意識を持って我々は活動してまして、うん、まあ、我々はもともと文化交流ですから支援団体じゃない、うん、まあ、素人ながら、支援活動をしてるんですけども、うん、まあ、これは、何かをしてあげてるということではなくて、家族と一緒に手をつないで乗り越える。で我々の考え方は考えないということをモットーにします、うん、でなぜかというと日本人が考えて支援するのはほとんどミスマッチなんですね、うん、ですからウクライナ人がこうしてほしい、こういうものが欲しいというのを聞いて我々は活動するという、うん、まあ、方法で、やっております。なるほど、なるほどですね、はい、もう本当にそうなんですよね。だから僕らもついついそう国と国って考えちゃうから、うん、そのまあ、政治的判断だどうのこうの、うん、そのまあ、陰謀論なんかもいろいろありますけど、うん、そんな話に耳を傾けてしまうんですけど、確かに言われてみればその通りで、うん、家の中に泥棒が入ってきて、うん、居座られているという状況で考えたら、うん、早く出て行ってほしいのはもう当然ですしね、うん、安心して暮らすためにもとっとと出て行ってもらって鍵かけたいんだけど、そうです、出ていくこともしてくれないしみたいなところが今の状況っていうことなんですよね。そうですね、うん、でそれをまあ、なんとかしようというのが、うん、まあ、ウクライナ人の考え方 で、はい、で我々、去年は6月に行きまして、うん、その前は9月に行った、はい、9月から始めて、去年6月に完成したので今年もまた行きます、うんうん、そしてこの9月の時は、2年前ですね、ものすごい喜びましたね。我々行って戦時下で行って、はい、うん、でその時はたくさんの虐殺された、うん、人たちの話をたくさん聞いて、これをまあ日本に伝えてほしいということで、はいはい、毎週1、2度いろんなところに赴いて、まあ、講演活動をしていると、
でそれともう一つは、まあ、プーチンが核兵器を使うというこの恐ろしさですね、うん、これを我々は、知らされたというのが多くです、うん、でその2014年どういうことをしようとしたかというと、うん、まあ、クリミアを取ってドンバス、はい、つまり東ウクライナを取って全てのウクライナを取った後、うん、プーチンはロシア、ウクライナ、ベラルーシ三国同盟を作って、うん、その党首についてもう一度15の共和国を束ね直して新生ソ連を使う。なるほど、なるほど。それが彼のやっぱり、うん、目的なんですね、うん、もう一度彼が、東ドイツでスパイとして活躍してる時に、うん、まあ、暗躍してる時に、うん、ソ連が崩壊するんですね、はい、それで自分は、生きてる間にもう一度ソ連を復活させようということで、まあ、今回の、まあ、進行になっているというのが、まあ、大きな流れ でこの、もう一度復活させた後どこを後取るかというと、うん、どんどん、ポーランド、そうですね、はい、そしてバルト三国軍、はいはい、こちらは日本なんですね、うん、北海道をやっぱり取るということは、そうですね、言ってます。で北海道は本当は、昭和20年の時にロシアのものになるはずだったんですけども、うん、まあ、アメリカとのバランスだけじゃなくて、あの樋口喜一郎中尉がものすごく頑張って、はい、主婦島で、食い止めたんですね、うん、で今あの淡路島に、樋口喜一郎中尉の銅像が建ってますけども、うん、まあ、そういう流れで、絶対に北海道は自分たちのものだという、まあ、考え方がプーチンにはある、うん、でもっとこの大きな流れを見たら歴史的に、まあ、少し簡単にお話します、うん、もともとこのロシア、ウクライナ、ベラルーシの歴史というのは9世紀に遡ります。9世紀、はい、9世紀に、今のウクライナの首都キエフにキエフルーシーという国があった。これは、はい、キエフ大公国、公の国です、はいはいはい、で非常に文化が高くて肥沃な大地、うん、国土と言われる肥沃な大地、うん、黒い土で、うん、そこに1240年にタタールの首輝が起こります、はい、タタールというのはウクライナ、ロシアではモンゴルのことです、はい、そうですね、でタタールの首輝が、まあ、タタールが攻めてきて240年間その、キエフルーシーを支配して、はあ、消滅するわけです、はい、でその間にどういうことがあったかといいますと、逃げたグループがありまして、はい、北に逃げていったグループがロシア人になります、うん、途中まで逃げていったグループがベラルーシ人になります、うん、最後まで残ったグループがウクライナ人になります。で14世紀の中頃からこれが分化していきまして、うん、言語、はい、食べ物、あらゆるものが、はい、で全く違う民族になっていくんですけども、うん、プーチンはこれをもう一度束ね直して、東スラブ人の一体性ということを言ってるんですけども、これまあ非常におかしな話で、例えば日本は北方系南方系、はいはい、いろいろありますけどモンゴルからやってるので、はいはい、今日本が、軍隊を立ち上げてモンゴルを攻めて日本モンゴル大帝国を作ろうと思ったらどうですか。いやいやいや、おかしな話、はい、同じことをするんです、うん、さて、もう少しだけお話します。240年後1480年どうなるかと言いますと、モンゴルの、タタールの首輝が終わります、はい、どうやって終わったかと言いますと、北に逃げていったロシア人が、モスクワ公国という国を作って武力で追い、払う、そこで、ロシア人はこう言うんですね。我々はモンゴル人を追いやったので強い大きいだから兄である、うん、ウクライナはモンゴル人によって消滅させられたから弱い小さい弟である、うん、兄は弟は兄に従うべきであるという兄弟国家間を世界中にばらまくんです、うん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 、でウクライナは反対する、違うでしょと、うんうん、我々ウクライナからロシアが生まれたんでしょと、うん、ウクライナは母でロシアは子供である、うん、大きくなりすぎたドラ息子が年老いたお母さんを踏みつけてる、うんうん、つまり、ロシア人の言う兄弟国家間は違う、ウクライナはウクライナとロシアは母子関係であると、うん、この母子関係と兄弟国という考え方の違いによって21世紀の今に至るまでの戦争が起こっているということが大きな流れなんですね、うん、なるほど、そんな歴史的背景があるんですね、はい、だから食糧問題とかエネルギー問題というのは後付けで、このスラブ民族の大きな
流れをつかまないとこの戦争がわからないんですね、うん、なるほど。そんなものが今に影響してるというか、はい、あのでもそれってプーチンだけの考えなんですか。じゃなくて割とロシア人にあるということなんですね。はい、はあ、なるほど。すごいこうあれですね、だから歴史観の違いっていうことですね。そうですそうです、はいはいはい、はあ、まあ割、まあ、難しいところではあるんですけど、ですから、うん、あのまあロシア人は、うん、よくこう腹を割ってそれでウクライナというのはないっていう、ああそれは腐ったロシアだ、ウクライナ人とはいない、腐ったロシア人だから、ロシア人がウクライナ人を管理しないといけない、このロシア、大ロシア主義っていうのが一番の問題、うん、はい。でもあの僕ちょっと聞いたことあるんですけど、うん、あのウクライナってね、うん、実は今先進企業がものすごくたくさんあって、うん、そのいわゆるそのIT 技術とかもすんごい高い技術を持ったのが、まあ、いわゆる西側のね、あの西、ウクライナの西側の方に、まあ、キーフ中心にあのすごいたくさんあって、あの経済力的にはっきり言ってあのロシアを凌駕するぐらいの力を持ってる企業が実はすごいたくさんあの出てきてるんですよ。もうちょっとで上行くんちゃうかって言われてるっていうふうに聞いて、でロシアはその経済力も含めて狙ってるんじゃないかみたいな話も聞いたんですけど、そういう政治的というか、まあなんかそういうのもあるんですよね。でもまあそれはありますけども、はい、要は自分たちの、子分が勝手に、うん、立ち上がるというのは許されへんのです、ね、うんうん、っていうことなんですよね、うん、はいはいはい。でこれはまあ一つの大きな事件あって、1年ほど前にね、うん、モスクワで、放送局をしていた夫婦とスタッフが、うん、まあ、プーチン批判をしていたのでラトビアに逃げたんですね、はいはいはい、でラトビア政府は受け入れて放送を始めたんですけども、はい、最初のは良かったんです、うん、プーチンの批判をしていた、うん、ところがすぐにこういう話なんです、うん、プーチンは悪いけども我々ロシア人はどの民族よりも素晴らしいから、これから優秀なロシア人が来てラトビアの国を管理して幸せにしてあげるというって言い出したんですか。そうです、はあ、でみんなでそういう考えでラトビア政府はもう驚いて、驚きますよね、はい、そして 彼らを放送権を取って国外退去させた、はい、いやなるほど、つまり子供から大人までロシア人は立派で後の民族は下である、だから我々が管理しないとダメだという、そういう、差別意識がものすごい強いんですね。それは我々みんな、周りはソ連時代の子供ですけども、はい、ソ連時代に、みんな、民族が同じだと言いながらロシア人はやっぱり偉そうにしてたと、はあ、その頃からやっぱり感じてたというね、だからこの差別意識をなくさない限り今戦争が終わってもこの侵略が終わってもまた起こるんです。あれですよね、なんですか、そのウクライナってね、うん、なぜロシアを嫌うか、まあ、もちろんそういう問題もあるんですけど、うん、もう一個そのソ連時代に一回ほぼ国民が餓死するんじゃないかみたいな、それは1932年、はい、33年の、はい、スターリンによるホロドモールなんですね、はいはい、それはどういうことかと言いますと、スターリンはもともとグルジア出身で、はい、彼は自分がトップになるためにグルジア、まあ、ジョージア時代の親戚縁者と、うん、全部殺すんですね、うん、そして、まあ、花垂れ構造の頃のことを知られたくないと、うん、同じようにロシアはロシアから始まったという歴史を作るためにウクライナ人を全員殺すんです。お、そういう意味で。そうです。そしてその殺し方は、全ての食べ物を奪って殺したんです。 はい、それが1932年33年の、まあ飢餓殺人というホロドモールなんですけども、はいはい、300万人から500万人あるいは最近では1000万人以上が、殺されたというで、そしてその全ての食べ物を奪った、穀物を、外国に売って外貨をにしてソ連を発展させたんです、ね、うん、そうですよね。それともう一つ彼はコブザールという人たちを殺したんです、はい、コブザールというのは、8弦の弦楽器コブザを持って、はい、ウクライナ中を歴史を語る、いわゆる盲目の詩人、ビア法師みたいな、うん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 、でスターリンは1930年代の中頃にハリコフにコブザールを集めて、はい、コブザール大演奏会をする、うん、そして終わった後森の中に入れて全部銃殺して数百人殺すんですね。つまり歴史も殺す。なるほどなるほど。だから今プーチンは
ウクライナ人を全員殺そうとしてるんです。なるほど。あのね、そのロシア国内の情勢もどんどん変わってきてるんで、さてさて、まあ、プーチン政権どこまでっていうところもあるんだろうなと思うんですけど、うん、これ見立てとしてはどんな感じなんでしょうね。今ものすごい膠着状態になっていて、そうですね、怖いのがやっぱり、最後は核なんですね、はいはいはい、核兵器を使う、それ戦術核は使われるだろうと、うんうん、これはプーチンは公言してますけども、うん、この放送を聞いてウクライナ人は去年びっくりしたんですね、はい、ロシアは絶対に負けないと、はい、もし負けるようなことがあれば、うん、核兵器を使うと、使って世界を終わらすと、ロシア人は安心してください、すべてロシア人は天国で会いますと、他の民族はすべて地獄に落ちますという放送をしたんですね、うん、でこれでもみんな非常に驚いてしまったんですね、うん、これがプーチンの考え方です。いやいや、おお、なるほど、なんかすごいですね。あの昔僕らがあの戦後教育で教えられた、なんかその大東亜共栄圏を目指せみたいなことを言ってる、そのかつてのなんか日本の軍部みたいな、なんか、うん、そういうそれ以上ですよね。それ以上ですよね、はい、はなんか、うん、どっかで聞いたなっていうセリフもたくさんありますけど、へーって感じですね。そこまではなんか伝わってきてないですね、うん、そういうことは日本には。うんうん、なるほど、そういう、なるほどな。いやこれちょうどね、実はね、宮本さんからあの事前に質問いただいてたんですけど、あの、まあ、2年前 ロシア軍がウクライナ侵攻したことで、まあ、あの小野さんへの質問でね、あのいただいてた、初めてウクライナに関心を持って、まあ、要はこのロシア軍がウクライナに侵攻したことで初めてウクライナに関心を持った人は、うん、まあ、多いと思いますと、日本の中で。で、ですから、ロシアとウクライナの歴史的な関係についても知らない。で、日本人でそれぞれの国に対して強い愛着を持っている人もアメリカやフランスなどと比べてそう多くはないと、うん、で、小野さんは今回の戦争の前から両国に関心を寄せて研究されてこられました。この問題を最近知った一般の方々とは異なる立場から思うところがあると思うので、それ知りたいですと、まさに今その回答が今の話だったかなと思うんですけども、はい、去年、あ、2年前の6月にいた時はその虐殺の話をもう少しお話ししますと、なるべくマイルドに、はいはい、マイルド、はいはい、国連が分かっているだけで4歳から82歳の女性をレイプしてるんですね。でこれは分かっ、これは現場現場で、そのレイプしてるわけじゃなくて、はい、戦略としてやってます。はあ、で我々がその言った当時、その4歳どころか生後半6ヶ月の女の赤ちゃんに長い棒を股から突っ込んで、レイプして、はい、そして病院に連れて行かれて、うん、その場で死んだという、うん、これがウクライナ中に回ってたんですけどね、はい、まあ、そういう話が、うん、たくさんありまして、はい、まあ家の中に入ってきましたら、うん、家族を全部縛り付けて、うん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 、お母さんをレイプして、うん、そして 数人でレイプして、それを見せて、うん、ロープを離したら、もう家族がバラバラになった。うん、あるいは、たくさん僕もアーカイブ見ましたけど、12歳の少女はなんと1時間の間に20人の、ロシア兵に、レイプされて、股の間から血を吹き出しながら死んでる。あるいは14、5歳の男の子はロープに、繋がれて5、6人、そして路上に寝かされて、斧で、まあ、足首をちぎる、そして手首をちぎって首をちぎるっていう、ね、でこれも非常に怒ってるんですけども、ウクライナ兵士が捕まったらズボンを脱がされて、はい、男性器で、男性器をカッターナイフでえぐり取られて、はい、もちろんあの麻酔なしで、はい、それを壁にぶら下げられて脅すと。まあ、男性器を切られた兵隊っていうのは戦えないんですね、はいはい、あるいは、拷問部屋もたくさんありまして、子供用の拷問部屋も、うん、あります、うん、専用の、まあ、まあ両手にコイルをつけて電流流して殺したり、うん、もうさまざま、爪を抜いたり目の玉を抜いたりするのは当たり前で、まあ、そんなのが毎日毎日起こっているのは、これは戦争というのは 兵士同士が戦っての兵士ですけども、うんうん、女子供を、虐殺するのは、戦争ではないんですね。いやもうこれだってあれじゃないですか、そのもう完全にあの、国際法違反というか違反です、ね、あのまあ
戦争状態であるというのを認めた上で考えても、どう考えても、兵士の扱い方間違ってるというか、もう全くやっちゃいけないことやってますし、まあ、人道的に、まあ、そもそも人道的に おかしいことしかやってないという。そう、はい、この今、連れ去られた、数ですけど、うん、2万人以上連れられてるんですね、はいはいはい、でこの前の北朝鮮の拉致被害の、はい、まあ、支援者と話してて、日本から北朝鮮に連れ去られてる人は900人いるんです、はい、韓国から、北朝鮮に連れ去られてる人は5000人いるんですね、はいはい、ウクライナからロシアに連れ去られた子供だけで2万人、北が違うんですね。そして殺された子供だけで500人以上殺されたんです。まあ、あの、連れ去るとロシアの子として育てちゃうみたいな、ロシア人教育みたいなのもやってるみたいですよね。もちろん誰もいない村に、もう過疎化して誰も住んでない村に連れて行ってロシア人として登録して、はい、そこで、いわゆるロシア人になる、はい、で、まあ、ロシアも人口減少で、困っているので、それでロシアの人口を増やす、はい、で育ったらある程度になったら、これ今度は兵士としてウクライナに送り込むという、うんうんうん、でウクライナ人を殺すという、うん、教育をするんですね、うんうんうん、そういうのが現状、現状です、はい、ということなんですよね、まあ、全くその国内でも報じられてないような、あの非常に残虐な、あのお話、まだまだあの虐殺のシーンはもっと、これはマイルドで、うんうん、10分の1以下ですね、うん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 、ということなんですよね。これど、うん、そ正直言うと どうなったらどうなるんですかね、これ。あの、まあ、ウクライナとしてはね、当然ながら家から出て行ってくれないと、それで終わりです、ね、そうしないと終われな い、 っていう、そうです、ね、それが、まあ、ウクライナの、そうです、あの立場ですし、うん、ただこれ本当にどっかで止めないと、あのその残虐なその、ことも、で 今止めたら、うん、もっと残虐な行為が起こるんですよ、うんうんうん、だから押し返して外に出てもらって、出てもらってるから出して終わらないと、うん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 、今停戦をしたらもっと侵略するんですよ、うんうん、今終われない。なるほど。今の時点で終わったとしてももっとひどいことになります。うん、これはもう分かってるんで、ね。うんうんうん、なるほど。宮本さんどうですか。なんかその今なかなかちょっと言葉難しいところですけど、はい。そうですよね。あの率直に感じることって、うん、あのまあ戦争が起こるとそういう残虐なことって起こるじゃないですか。うん、その残虐なことが起こったときに嘘もいっぱい流れるじゃないですか。まあ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 、向こうのこんな残虐なことをやってるんだっていう、うん、これ逆に ロシアでも言ってますもんね。ロシアでもウクライナこんな残虐なことやったって言われてますから、ね、そう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 、だから我々のね一般人の感覚にしてになると、うん、そこまでねえげつないことをやるのっていうふうに、そういう気持ちも湧いてしまうんですよね。だからそれの情報自体がどこまで本当の情報なんだろうなっていうね、あの素直にまとめに、あそうなんだ、そんなひどいことをやってるんだっていうのも、それもまたちょっとね、あの鵜呑みにしていいんだろうかみたいなね。だからそれあの鵜呑みにしちゃうと余計にお互いに相手のことはとんでもないやつだっていうエスカレートするし、そのあたりはどうなんだろうなっていうのは感じましたね。まあ、一番最前線に送ってきてるのは、まあ、刑務所から出したあの、はいね、凶悪犯を、はいはいはい、まあ、最前線に行かしたので、まあ、殺人なんかは平気ですし、はいはいはい、レイプも平気です、はい、それと非常に、まあブリヤートモンゴル人とかチェチェン人、うん、貧乏な人にお金を渡して行かしてるので、うん、まあ、かなりのひどいことはあのもう実際我々の友人たちの家族はされてるので、いやあのまあ確かにあれなんですよね、その、刑務所に入ってる凶悪犯を前線に送る、あるいは、そのあ、お金ないって言ってる人に お金を与えてということで、ワグネル方式じゃないですけど、割とあの今ロシア人兵士って給料が良くなってるんですよ。だからあのなり手があるんですね。でどんどんあの死んでる数も多い代わりになり手もいるっていうのが実はすごい現状だという話は聞こえてはきてるんですけどね、はい、どうですかそのちょっと今小野さんから
かなり衝撃的な話を聞いたと思うんですけど、衝撃的すぎて、うん、同じ人間やのになぜそうやって戦わなあかんのやろなっていうのがすごい率直、もうずっと本当にね、うん、何も知らないから、うんうん、今そう聞いた時に、うん、なんか悲しいなっていうのがすごい違う、悲しいよね、悲しいよね、うん、まあ、それも一番思う、うん、どうですか、お坂部さんはなんか、うん、やっぱ戦争、まあ今、うん、っていうか昔も今もやっぱり同じことをしてしまうのかな、うん、ね、そうなのよね、そう、虐待、虐殺っていうのがやっぱり、うん、繰り返してしまうというか、うん、そうなってしまうものなのかなっていうのを、うん、感じました。いや、僕らね、そのなんていう、そのそういうね、その現場で、その実際にそのお友達とかに、うん、だって大野さんの場合そうなんですよ。でこの話をしてて、うん、一番響いたのはね、うん、満州から帰ってきた今95歳の方なんで、満州で自分がやっぱり同じものを見てきたと、大野さんの話もスローマやと、ソ連人に同じことを俺はそうですよね、されたから大野さんの話はそのままやなっていうこと。なるほど。ということをその95歳の、方は、ま、満州からね引き上げてこられた方が、今その人の本も作ってるんですけど、ね、あ、そうなんですね。その中で、おっしゃってましたね。そのままやと、同じことを我々されたということ、ね、まあ、これすごい、あの別の角度で言うとですね、あのロシア の, あの戦術は実はあのソ連時代から変わってないらしいです。そうですね。だからやり方、物量作戦がないんですよね、うん、あの押せ押せでどんどん押していくしかなくて、だからあの緻密な戦略に基づいて相手を倒していくっていう戦術戦略じゃなくて、もう物量で押していく以外ないんですよ。だから未だに戦車がメインやし、はい、あの制空権、まあ、特に今回 の, あのウクライナ侵攻の場合は制空権を取るのを失敗したために、あの上空からの攻撃っていうのができないから、うん、地上作戦しかないんだけど、地上作戦のやり方がもう全く第二次世界大戦の頃のソ連の戦い方と全く変わってないらしいですね。だからやってる人たちの意識もやり方も全然変わってないんだなっていうのを今の話でなんとなく総合して、はぁーってちょっと思ってしまいました。もう、はい、びっくりしましたけど、なるほどという気はしますね、はい、うん、まあ、あのだからウクライナ人の今ものすごい問題は、うん、もう感情を外に出せないんですね。で、そうですよね。腹が立ってるとか、うん、怒りとか悲しみ、うん、で人間っていうのは自分言語化することによって、はい、心が穏やかになるんですね、うんうんうん、それはできないので、今のウクライナの、まあ、文学者は一生懸命その新しい言葉を探そうとね、うん、してるんですけども、はい、この中にもその苦しい思いがみんなウクライナ人は渦巻いて、うんうん、外に体の外に出せない、 出せない。だからものすごく苦しいんですね、うん、要はその出してしまうとこう理性を失ったり、いやいや、だから出す言葉がないんですよ、うんうん、出せないんですよ。で出せたら理性が戻るんですけどね、うん、要はあの、まあ、汚い話ですけど、うん、お酒を飲んで戻したらすっきりしますよね、うん、はいはい、戻せない状態なんですよ、うん、まだ終わってないですしね、うん、まあ、継続中ですからね、はい、なるほど。いやー、まあ、あのそうですね、あの僕らはあの今目の前のことしか見えてないので、あのまた入ってくる情報だけでしか判断できてないので、まあ、現地行って聞いてこられた、まあ、小野さんの話っていうのは、うん、まあ、本当に僕らにとっては新鮮な話でありというか、そのなんかそういう情報もなかったわけではないですけど、あの言ったら僕ら間接の間接ぐらいで聞いてるわけですね、うん、ところが小野さん行ってその友人から聞いてるという、もうだから家族と一緒なんです ね、うん、ねだから皆さんもあの、うん、外で喋ることと家の中の話は違いますよね、うんうんうん、だから我々も家の中に入ってもう本音の本音のところまで聞いてるんでね、うんうん、だからもう100年も200年もこれからロシア人のことは 許せないと、うん、今は戦争があってもおそらく100年、うん、200年はロシア人のこと許せない。なるほど。まあ、でも僕はこういうことは、うん、池田小学校の殺人事件があった時に、ね、はいはい、10年後にその父兄と会って取材したことあるので、はい、小野さんもどんな理由があっても相手のことは許せないという、うん、自分の子供が殺された、うんうん、それどんな理由があっても相手にね、うんうんうん、
自分の子供を殺された、うん、あれと一緒ですよ。だからその親にね、もう10年も経ったから忘れた方がいいですよとかね、うんうんうん、まあ子供にも運命があって殺されたんですよとか言えない、うん、言えないです、言えないです、同じなんですよ。だから当事者意識になったら言えないんですよ。これね、あのまあいろんなことを、まあ同じではないです、全然同じじゃないんですよ、うん、だけどあの僕聞いたことがある、そのすごい悲しい言い方をされたことがあるんですけど、うん、僕あの臓器移植の映画を作ってるんですよね、うん、そしたらね、あの臓器移植が必要な、まあ、要は心臓移植が必要で、それがないと生きていけない子がいると。そしたらある人が僕にあのその映画のことを言うと、こう言い返されたんですけど、いやその子は運命やねと。でそう言うでしょ、ね、そういう、ねね、うん、いやもう僕、いや運命ってそうなんだよ。でもその人の自分の子供がそうなったらどうなるんだ、うん、そうなんですよ、そうなんですよ。いやだから別にね、他の人の心臓くださいじゃないんですよ、うん、そうではなくて、この子生きるためには必要だというだけで、でそこが必要なんだけど、だからくださいって言ってるんではないんだという、うん、そこだけのことなんですよね。広い意味では例えば運命とかね、うん、戦争によって人が、うんうん、淘汰されて、うん、あの地球が保ってるとかね、うんうんうん、で子供が死ぬことは夢だ言えるけども、いやそういうこと言う、いや、いや、いや、分かりますよ、分かりますよ、百歩言うて言う、うん、言うちゃうけども、でも自分の我が子がなったりね、なったら言えるかっていう、いやいや言えないんですよ。そうでしょ、もちろんそこなんですよ。だからと当事者意識を持つっていうことが一番重要なんですね、うんうん、綺麗事ではないんですよ。そうですよね、はい、いやもう全くそうです、ね、まあ、だからそこはまああれですかね、そのあの宮本さんがあのくしくも一番最初にお話しされた何時の隣人を愛せよじゃないですけれども、うん、まあね、隣近所両隣じゃないですけどね、うん、あのまあウクライナと日本で離れてるようだけれども、実はロシアという国の反対側にいる国なんですよ、ね、そうです、そうなんですよ。別にあの、距離は離れてるんですけど、実は隣の隣でお隣さんみたいなもんなんで、世界って今そんな感じですからね、うん、はい、あのまあ僕らに何ができるって言われたら、できることは少ないかもしれないですけども、できることはやはり関心を持ち続けるっていう、そうですよね、はい、これが一番大切なことなんです、うんうん、これ誰でもできることです、はいはいはい、で関心を持ち続けることが一番、うん、でもちろんその後、うん、たくさんドネーションをするとか、はい、現地に行って、助けるとか、それは発展系はありますけども、うん、誰でもできることは関心を持ち続けることなんですね、はい、そして当事者意識を持ち続けるということなんですね、うんうんうん、自分がその立場になったらどうかと。そうですね、強盗に入られて、はい、ほんなら家のものを全部渡して自分の、家族の命も差し出して、うん、自分はどっかよそに住める、うんうんうん、住めるのかと。そうですよね。でもだからあの家入ってこられて、あのうち来いって勝手に連れてかれてるとか、そんな世界ですよね。そういうことです。でもう嫌やったら出ていけみたいなこと言われてるわけですよね。まあだから関心を持ち続けることがという、ことが僕らにできる最低限のことで、まあ、そこから先はもうそれぞれがね、はい、うん、あの何か支援をするんだとかしないんだとかっていうのは、もうそこから先はそれぞれの考え次第だと思うので、まあ隣人ですから、あのウクライナのことには僕も注目していきたいなと、これからもあのできるだけ情報を、まあ、あのなぜ中学の先輩があのよくご存知なので、まあ、いろいろとまだお話をねお聞かせいただければなと思います。ありがとうございます、はい、ということなんですが、なんとかねでも早く終わってほしい、そのどういう形になるかわからないですけど、早くこの悲劇がね終わってほしいなと思うんですけれども、だからウクライナ人にね、うん、よくウクライナに平和をっていう、うん、全てのウクライナ人はこういうことを言います、うん、小野さんその前につけてと、うん、ウクライナが勝利して平和を、なるほどなるほどなるほど、まあまあ、うん、ウクライナ人、ウクライナは平和って言ったらね、前には絶対つけてくださいっていうのは勝利ですね、ウクライナの勝利で平和、だからロシアの勝利で平和になったらもっと平和、そうですよね、それはもう全く意味のないことですからね、うん、今日は実は2年、まあ進行2年、そしてまあ大きくは10年、キャンドルナイトでね、はい、亡くなった方々を、うん、まあ、追悼する、はい、式典を、はい、この2月24日夕方5時から、はい、スカイタワービルの梅田スカイビル、はい、梅田スカイビル1階の広場とか、ね、広場でやりますので、はい、たくさんの、ウクライナ人、はい、そして日本人が集まって、亡くなった英霊の、はい、まあ、追悼しようと、はい、
思っておりますのでよろしくお願いします。まあそうですね、だからまず一歩の第一歩のやり方として、まあ、そこにあの大阪の方でね参加できる方は参加していただいて、あの思いを寄せて、おそらくこの2月24日、はいはい、本日は各地でやると思うんですけども、うん、大阪では、大阪は梅田世界ビル、はいはい、梅田のところにありますんで、ぜひ、5時から、そうですね、夕方5時からですね、はい、日本ウクライナ文化交流協会と、はい、そして、関西ウクライナ友好協会と、はい、桜とひまわりという団体が、まあ、3団体が協賛してやりますので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということですね。で、そしてですね、まあ、あのこの配信の前日には実はワープロジェクト大賞のね、あの、平和記号が実は、全国3カ所で行われているというのがあったばかりなんですよ。あの昨日は天皇誕生日で、毎年天皇誕生日にはあの実はその、愛知のジャパンモスクと、関西、ユダヤ教団といいまして神戸の三宮のところにあるんですけども、と長崎の、大浦天主堂で、いや俺じゃない、浦上天主堂で、まあ、3箇所で要は日本由来ではない、その宗教の、まあ、寺院でですね、あの法の平和を祈る、法の祈祷をやるということでやっておりました。で実はこれこの今年どうなるかみたいな話も実はちょっとありました。なぜなら、まあ、要はユダヤ教ですよね、ユダヤの問題が今ちょっとその紛争になってたりとかするので、まあ、それも、まあ、結果的にちょっとあの開催をするということになりまして、まあ、その辺はに関してはまたあの宮本さんに別の機会に喋っていただこうかなと思うんですけど、まあ、そういうこともあったんですが、次があの4月3日に、各地の、まあ、四天王寺さん、法隆寺さん、高野さん、それから比叡山、まあ、いろんなところでですね、全国各地の寺院で開催されますし、9月21日はまた先ほども言ったような、全国の、五穀神社と靖国神社と、それから長崎広島の平和公園でもね、奉納祈祷をやります、まあ、そういうことをね、ありますので、ぜひまたそちらの方もですね、皆さんにも、ちょっと、まあ、このウクライナのことを思いながら書いていた、あの来ていただいても全然いいと思いますので、ぜひ心寄せた方は参加していただければなというふうに思いますね。はい、なんかあと宮本さんからありますか。あの2ついいですかね、はいはい、あの1つは昨日終わった関西ユダヤ教団なんです。もう関西ユダヤ教団でやるのも4回目5回目ってことになるんですね、はい、で今まではそんなに悩むことはなかったんですよ。あのこの間はこの間でね、ウクライナのことでね、はいはい、どうしようかなってすごく悩むことがあったって先ほどお話したじゃないですか、はい、今回は今回でどういうことかって言ったら、はい、あつまり当日、まあ、関西ユダヤ教団で、まあ、イスラエルのラビを前にしてご挨拶をするわけですよね。でその時にあのロシアがウクライナを攻めるっていうあの構図だったら限りなく我々はウクライナの人たちに同情するような気持ちで、まあ、言うことができるわけですよね。ところがイスラエルとハマスの場合、あのパレスチナの場合はどうかといったら、あのハマスがイスラエルに対してテロ攻撃をやった、でも何百人も人殺して何百人も誘拐してっていうことだったら、もう一方的にイスラエルはそこだけ切り取ればいいですよ。イスラエルが被害者だから本当にもうイスラエルは大変でしたねって言えるんだけど、その後今度はイスラエル軍がガザ地区にバン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 空爆をやって何万人も人をね無差別に殺して、そのうちの半数以上は子供っていう話じゃないですか。そういう状況においてね、関西ユダヤ教団って僕なんて何か喋らなきゃ触れないわけにはいかないし、どういう言葉を言えばいいのかっていうことでもずっと悩んでるわけですよね。でまあそれを置いといて、あの毎年4月の浅草寺、浅草浅草寺、9月の靖国神社、それぞれの会場で各国大使をお招きして、そして平和のメッセージの寄せ書きをしていただくんですね。もうおかげさまでこれがもう3回目4回目になってきたんですけども、もっと確実に定着させて各国大使の数が増えていったら、もうこんなの世界に例のない催しなんですよ。
世界中の大使が集まって平和のメッセージの寄せ書きをするっていうのは、よその国ではあんまり多分こんなイベントないと思うんですよ。これがある意味で日本の世界に対して発信できる日本の立ち位置を示せるイベントになると思ってるんですよね。そういうふうに思っています。まあ、だからこの2月24日がですね、そのもちろんウクライナに対してっていうことと、それから平和っていうものをちょっと考える機会に、ね、なってくれれば嬉しいなと。もう本当に、大特番になってしまいましたんで、ぜひですね、皆さんに、これ見ていただいて、いろんなことを考えていただけるきっかけになればなと思います。では今日はお二方どうもありがとうございました。はい、はい、では続きましていきますよ、あゆみ。はい、お店の情報です。本日ですね、24日25日と月1土日ランチを開催いたします。11時から15時のオープン時間で、限定6名様となっております。1日6名様となっておりますので、ぜひぜひ皆さんね、ランチを楽しみに来てください。よろしくお願いいたします。はい、そして、2月の、ショートムービータイムですね、はい、26、28、うん、29と3回ございます。あ、はい、24日もあるよ、24、25、27、28、29と、はい、あと全部ほとんどありますので、はい、はい、あります、あります。はい、お越しくださいませ。24と29はあるよ、日村さん。そうですよね、はい、はい、はい、あります。でもあります、はい、大きな気になりたい僕だけのフライミックザムーンもございますので、はい、ぜひぜひ皆様、お越しくださいませ。サイトの方に詳しくお時間の方、誰の作品がこの時間やってますっていうのも載っておりますので、はい、ぜひぜひご確認ください。料金の方は1000円プラスワンオーダーズとなっております。はい、そして3月に入ります。3月1日から4日の4日間ですね、は、野本梢監督の透明花火の上映となります、うん、はい、ぜひぜひね、マテリアルでは初めての上映になりますので、はい、うん、はい、何分作品？上映時間97分の上映時間になっておりますので、うん、ぜひぜひね、はいはいはい、ショートムービー以外のね、うん、長い作品もやっておりますので、はい、ぜひぜひお楽しみください、はい、そして3月9日土曜日が、うん、ランク座のライブとなっております。はい、まだお席は多分残ってるかもしれないです。ちょっとね、いつも満席に、はいはい、満席になっちゃうんですが、はい、今まだ大丈夫かな、お問い合わせください、うん、よろしくお願いいたします。はい、はい、そして3月15日から18日が、うん、広山琴葉セレクションを開催いたします。なんと5回目ですね、広山琴葉セレクション5回目になります。はい、うん、ファイブになります。はい、こちら作品は、堤幸彦監督のトゥルース、はい、堤幸彦監督のトゥルースと、はい、山田香菜監督の今夜新曲で彼女はの2本を、同時で上映させていただきます。セットにしてね、はい、上映させていただきますので、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、詳しい内容の、詳しい時間とかね、はい、金額の方はサイトの方に随時決定次第載せますので、はい、ぜひご確認ください。よろしくお願いします。山田香菜監督は舞台もやってあるんですよ。うん、舞台を結構やってあるんで、舞台の、まあ、脚本とかね、はい、やってあるんですけど、はい、今年の岸田邦夫、戯曲賞にノミネートされてる。すごいじゃん、すごいじゃん。はい、もう3月に発表です。あ、間もなく発表されて、うんうん、ノミネートされて、うん、この番組やってる間に嬉しいお知らせが来るかもしれない。来るかもしれない。なるほどなるほど、了解です。はい、はい、そうなんです。はい、素晴らしい、大注目です。はい、ぜひその作家、そのね、監督の作品を見に来てください。はい、はい、お願いいたします。はい、はい、以上です。はい、はい、はい、ということで今日はちょっとグッチョイをね、はい、スルーします。はい、はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、ということでエンディングでございます。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、まずは、小野さん、今日は、ね、ありがとうございます。こういう貴重な時間を作っていただきまして、はい、ありがとうございます。いやいやいや、とんでもないです。なかなか聞けないお話がね、僕らも聞けたので、まあ、もちろんそのいろんな、ね、考えを持ってはる方はいらっしゃると思うんですけどね、見てらっしゃる方とかにはね。でもこういうお話をしっかり聞ける機会ってもなかなかね今ないですから、はい、いい貴重な、ね、お話になったんじゃないかなと思います。宮本さんも久しぶりのご出演でしたけれども、どんな感じですか？はい、はい、いや、もう今日はね、小野さんの話がとってももう勉強になったと言いますかね、はい、はい、あ、
そうなんだということでね、良かったです。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、まああのね、まあ最終的には本当にあの世界がね、あの平和になってほしいっていうのは皆さん思ってることだと思うんですよね。で、まあ状況がどうだこうだっていうところは確かにあるんで、あの一日も早く皆さんがね、皆さん、まあこれよく言うじゃないですか、平和って何ですかっていうところに、あのその自分の心が平穏であるっていうことが、自分というか それぞれの心が平穏であるということがすごく大事っていう言い方をしますよね。その何かが起こってたら平穏ではいられないので、何かが起こってない状態を作ればここが平穏になれるから、まあ、ここを平穏にしていこうっていうことが、あのよく平和だっていう、みんなが平和になるためにはみんなのここが平穏になればいいみたいなことを言うことあると思うんですけど、本当に一日も早くそういう状況がね来てほしいなと思いますし、そのために、活動してらっしゃる、まあ、方もたくさんいて、今日はそのお二人に来ていただいてますんで、まあ、いいお話が聞けたんじゃないかなと思います。まあ、我々も、できるだけねそういう情報に、しっかり敏感になってですね、取りながら、平和っていうものを考えていきたいなと思いますね。はい、ということで今日はどうもありがとうございました。はい、そしてご覧になっていただいて皆さん本当にどうもありがとうございました。ということで番組はまた来週でございます。はい、来週は普通にやります。